していただいていますけれども、江南高等学校中学校江南ブラスアンサンブルの皆さんです。イエーイ、ありがとうございます。じゃあちょっと簡単にプロフィールをご紹介させていただきますね。江南高等学校中学校ブラスアンサンブルは1982年にジャズバンドとして活動を始められました。でクラブとして活動する前には少人数の木管アンサンブルでしたが、その後金管楽器などの楽器が加わってビッグバンドとなり、現在のような大きなクラブとなりました。でクラブのモットーは Be Happy Together で、お客様と共に楽しめる演奏ができるように心がけています。この KBE は6月の定期演奏会、8月に開催されますジャパンスチューデントジャズフェスティバル、11月の文化祭を目標に活動をしています。その他にも毎年多くの演奏活動をさせていただいています。で3年に1度にはハワイの方のルジャルダンアカデミー校と音楽を通じ国際親善、国際理解を深めるための音楽交換会を行っています。今日はですね、私たちの明るく元気な演奏をお届けできるように部員一同頑張りますというふうにをいただいております。それでは皆さん準備の方はよろしいでしょうか？ OK ですか？はい、それでは改めましてこれから演奏をしていただきます、江南高等学校中学校ブラスアンサンブルの皆さんです。どうぞ大きな拍手をお送りください。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは、江南高校中学校ブラスアンサンブル、略して KB2018 です。ただいまお送りした曲はスカイラインでした。オンアルトサックス森下雄介、オントランペット大木大志でお送りしました。本日は、兵庫市学フェスティバルのトップバッターとして、最初から、エンジン全開でやっていきたいと思います。まあ最初からちょっとベロベロ食べるのもあれなんで、早速次の曲に行きたいと思います。あ、皆さん準備大丈夫ですか？スピードソーシャルブラウン、
言い忘れたんですが、先ほどの2曲は中学バンドで、お送りさせていただきました。で、今からの2曲は、高校バンドでお送りさせていただきたいと思って、ちょっとだけ時間があるのでお話をしたいと思います。コーナーには、アドバンストコースとフラントランナーコースと、グローバルコースの3つのコースがありまして、この部活にはその3つのコースの人が集まって、活動しています。じゃあ一回手を挙げてもらいましょう。じゃあグローバルコースの方、アドバンストコースの方、フロントランナーコースの方、ちょっとフロントランナーが多いなって気もするんですけど、文武両道をしっかりやっていける部活だなと僕は思ってます。もう一つ、ちょっと自慢になっちゃうんですけど、この部活は、トランペッターの広瀬美樹さんや、報道ステーションの、曲なんか題名オープニングを吹いてらっしゃるトランペッターの黒田拓也さんで、アルクサックス元 T スクエアの宮崎孝弘さんなど、たくさんのね、プロの方を輩出しております。で、それをね、誇りを持って毎日日々調理していってます。で、もしこの中にですね、もし校内に受験される方がいましたら、ぜひ僕たちと一緒にバンドを組んでやりましょう。時間が経つのも早いもので、次の2曲で、最後とさせていただきます。最後の曲なので、先にソリストを紹介させていただきます。1曲目は、スイーピングフィンガーズで、ポンピアの曲で、牧田和樹。オートランペット、山勝利。ザ・ヒーズ・オンで、オンピアの声で牧田和樹。オン、テナーサックスで、オーキャルロでお送りしたいと思います。本日はありがとうございました。
と準備をしてくださっていました。